1回目は松竜さんの花屋敷という場で、今日3回目は松竜さんで歌わせていただいているんですけど、松竜さんはいつもお風呂入りに来るんですよね、個人的にね、お母さんと3人で来るんですけど、今日本当にいいお風呂なんですけど、私食べることが大好きじゃないですか、松竜さんのご飯本当に美味しくて、私大好き、私ビビンバあるよね、が欲しいなと思います。あ、はい、前でもよく一緒に食べてるよね。何が欲しい、何が欲しい、かき氷、あ、そうだ、かき氷食べてるね、はい、よかった、はい、だから今日もステージの前に裏で、ね、ご飯を食べさせていただいたんですけど、うどんを食べました。もうすっごい美味しくて、まだ曲何曲か残っているんですけど、お風呂は入ったんですか。お風呂は今日は入らないんですよね、はい、今日はお家へ帰ってゆっくり寝ます。はい、本当に美味しかったので、またね、この後歌う曲も金さんに歌いそうなので、皆さんもよかったら最後まで聴いてってくれたら嬉しいです。お風呂に絡めす、いや、いや全然お風呂に、私たちの小さい頃に大好きだった曲をぜひやりたいと思います。私たちは小さい頃から美空ひばりさんが大好きなので、次は美空ひばりさんの曲を3曲メドレーで聴いていただきたいと思います。よかったら皆さん一緒に歌ってください。
さん、カオリちゃんありがとうございました。大きな拍手をお送りください。カオリちゃん、カオリちゃん、カオリちゃん、今ファンの方に言われる側に踊りましたけど、気持ちいいですね。本当は皆さん一緒に踊っていただきたかったですけどね。ありがとうございます。昭和の名曲を彼女たちが歌うとすごく新鮮に聞こえますね。本当にね、ありがたいわけですが、なんかフランスでもアンコール、はい、アンコールですね、アンコール、もう曲ぐらい聞きたいですよ。なかなかでしょ、皆さん。よろしいですか、突然のお願いなんですが。まだ皆さん、一度に一致してないので、全ての皆さんでアンコールお願いします。それお願いいたします。アンコール、はい、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 アンコール、アンコール、アンコール、よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。それでは、あ、そこから、あおいちゃん、あ、ただいまもうね、楽屋で2人ですごい仲いいんですよ。びっくりしちゃって、楽屋でずっとじゃれ合ってる。もしかして姉妹ですか？ひょっとしたら姉妹です。でもね、ちょっとあれと思ったんですけど、身長もね、去年逆転したそうですね。あ、ごめんなさい。はい、次はお願いいたします。はい、じゃあ平野さん先生と畑辺陽子さんが一緒に歌ったカナダからの手紙、お願いします。はい、カエルちゃん、カエルちゃん、はい、カエルちゃん。